大生物に関する続報です。米国内で新たに巨大生物が確認された地域はマイアミ、トロント、ボストンです。以前巨大生物が出現した場所の大半に地下巣穴が作られているようです。巨大生物は今も地下から溢れ出すように出現しています。地球全土が巨大生物の巣になってしまったようです。世界中で巨大生物が出現し始めています。新たに巨大生物が確認されたのはシドニー、パリ、アトランタ、オタンです。これらの地域では地下に広大な巣穴が形成されているようです。巣穴の中から無数の巨大生物が出現しています。